なんだか今日は、俺、お前、そんなところで何をしてる？見ていたのか？勘違いするな。あの猫は、これは偶然。別に隠してるわけじゃねえ。余計なお世話だ。コーチ？お前がか？なら、やってみせてもらおうか。なぜだ？わかった。確かに。そうか。ああ。遅かったな。まあ、別に遅くねえか。うまければ何でもいい。まあな。特に、自家製手打ちうどんがうまい。そうでもないぞ。そうでもないって言ってるだろ。んなこと気にすんな。なんでもねえ。
おい、ナミ。ちょっと付き合え。違う。お前、気づいてないのか？顔色、だいぶ悪いぞ。疲れてるんじゃねえか。医務室に連れて行ってやるから、少し休め。必要ねえ。お前はよくやってる。もっと他の奴に頼ればいいんだ。そんなこと思うかよ。おう。さっさと行くぞ。遅かったな。まあ、別に遅くねえか。なんだその断定は。乾先輩だ。乾先輩のおかげで、俺の技は完成した。とても感謝してる。それを伝えるためにも、あの人に勝ちたいと思ってる。それが一番手っ取り早い。ああ？帰るのか。ついてこい。物騒だから送ってやる。ああ。そうか。早かったな。ああ。遅かったな。まあ、別に遅くねえか。別に何でもいいだろう。なんでハッピーなんだ。夜店じゃねえぞ。借りてきたテントはここに置いとくぜ。ああ、ご苦労さん。ああ、慎重だよ。おお、ちょうどいいところに来てくれたぜ。ちょっと頼みがあるんだけどよ。これから委員会にブルーシート借りに行くんだけど、一緒に来てもらえねえかな。いやあ、どうもあの委員会の重苦しい雰囲気が苦手でよ。だから、借りるって報告だけでいいからやってもらえねえか？それじゃあ、俺たちはテントを張っておくから、行っておいでよ。借りてきたっすよ。ご苦労さん、こっちは終わったよ。あとは飾り付けだな。目立たせるために、のぼりとか用意した方がいいかな。お、頼りにしてるぜ。水槽のブルーシートも貼り終わった。よし、
これであとは前日の仕上げを残すだけだね。みんな、ご苦労さん。遅かったな。まあ、別に遅くねえか。そうだな。で、何？何が言いたい？はっきり言え。なんでだ？そうか。何言って。言われた方が、照れるだろうが。遅かったな。まあ、別に遅くねえか。ああ、そうだ。まあ、ある。それは、言えねえ。どうしてもだ。なんでそんなことを聞きたがる？そうか。ああ、そうだな。お前と一緒に見るなら。そうだ。今はダメだ。そうだな。うまくいったら教えてやる。ああ。帰るのか。ついてこい。物騒だから送ってやる。そうか。早かったな。ああ。俺だ。カイドウ。やっぱりだぞ。そうか。ところでお前、明日は暇か？そうか。だったら明日、俺に付き合え。明日になったら教える。駅前10時でいいな。ああ。来たか。走ってきたら早く着きすぎだ。気にするな。トレーニングのついでだ。ああ。水族館だ。行くぞ。お前の好きにしよう。ペンギンか。
なんだ。別に。あれはどうだ？ん？そうか？そうだな。そうか。ラッコ定食。豪華な定食だな。ああ。どうした？そんなことはねえ。そんなことはねえ。ああ。お前といると退屈だけはしねえよ。別に。ああ、何度も言うが、お前といると退屈しねえ。今は？何のことだ？ん、ああ。ああ、俺もだ。ああ。夏休みも終わっちまったな。ももはちゃんと宿題終わったの？なんとかかんとかってとこっすね。もっと計画性を持たなきゃダメだぞ。そうだな。ももしろはテニスのプレーにもその傾向が出ている。だがその分臨機応変なプレイスタイルでカバーしているようだな。臨機応変、行き当たりばったりってことっすね。言ってくれるじゃねえか、あいつ。そういえば遠山くん、学校はいいのかい？もう新学期始まってるよね。うちは4日まで休みや。へえ、そうなんだ。あ、そういえば確か委員会から何か報告があるって言ってなかった？水着？プールでも使うのかな？プールか。最近暑いしな。いいんじゃないの？君も参加したら。お、そうだな。遠慮することねえぜ。うん、そうしたよ。ともふく。学園祭まであと少しだ。油断せずに行こう。おかしいな。ああ、ちょうどいいところに。頼んでいたはずの喫茶店の食材が、まだ届いてないみたいなんだ。委員会の方に確認してくれる？ん？どうした？声楽の運営委員。そんなはずねえだろ。今朝のうちに食材は全部運び込んだぞ。しょうがねえな。かばし、電話と伝票を出せ。うっす。ああ、俺だ。伝票の A の12を確認したい。ん？なんだと？ふん。
そうか。そいつは災難だったな。だが、そういうことはもっと早く伝えてくれ。で、代わりの手配は？ん？ちょっと待て。それじゃ間に合わねえだろうが。言い訳はいい。できるのか、できねえのか。そうか。わかった。残念だったな。荷物を運んでいたトラックが事故を起こした。怪我人はなかったらしいが、荷物は全部パーだ。特殊な食材が多いんで、代わりの手配は今からじゃ間に合わねえとよ。別の業者も当たってみるつもりだが、最悪の事態は覚悟しとけ。食材がゼロってことだ。それはまた大変な事態になったね。かなりピンチかもね。どこか他のところから調達するしかないか。ワイが一っ走り行って買うてこよか。量が多いからね、一人じゃ無理だよ。頼むよ。そうか、それはいかんな。ああ、もちろん手伝うよ。こっちの準備はもう終わってるしね。うん、すぐにそっちへ行こう。それは大変だ、すぐに手伝いに行くよ。そうっすね。こうしちゃいられねえな。いられねえよ。すぐに行くと伝えてくれ。では問題点を整理してみよう。現在、喫茶店で使用できる食材はこのリストにあるだけだ。こんなんじゃ、全然足りない。よそから借りられないかな。特殊な食材を抜きにすれば、ある程度は。しかし、そうは言っても。あ、来たか。いい知らせと悪い知らせがある。どっちを先に聞く？あの特殊な食材は全滅だ。今からではどうやっても間に合わん。一般的なパン、バター、ミルク、小麦粉、それに普通の野菜などは目処がついた。だが、それじゃあお前たちの特色がねえだろうが。ふん、諦めの悪い奴だ。だが、そういう奴は嫌いじゃねえ。夜の9時まで時間を得る。その間に、どこまで食材を手に入れられるか、やってみな。バカ、俺その誰だと思ってる？その程度のはしゃがれ、いつでも出してやる。ああ、この辺り一帯の問屋を徹底的に当たってみるんだな。おっと、礼を言うのは早いぜ。俺はただ、全力を出せない奴と戦いたくねえだけだ。それに、手塚には、借りがある。なんでもねえ。さっさと行け。そうか。後でがな。
けど助かったよ。これでなんとかなるかも。この近辺の主な問屋をリストアップした。全員で手分けすればなんとかなるだろう。やるしかねえな。ああ、買い物やったら任せてえな。頑張らないとね。できるだけのことはやろうよ。そうっすね。張り切っていこう。了解した。プリッキーの200グラム。こっちも来たぞ。タカさんが静岡産天然わさび1キロ確保。ほう、上物だな。天然わさび1キロと。そうか。少し多いが、多い分には困らないだろう。こっちもまたまた来たよ。おちびちゃんがアロエ1キロ。センブリ500グラムにアロエ1キロ。このペースならほぼリストは埋まりそうだな。大きなところでは、地黄に松の実、クコの実、そして、行者ニンニクだ。山菜の一種なんだが、扱っている業者が少ない。行者ニンニクか。わかった、頼む。ん？どうした？順調か？でもなんだ？はっきり言いな。業者ニンニク？この時期に天然物ねえぞ。ちょっと待て。カバジ、電話だ。うっす。俺だ。お前のところで、行者ニンニクを取り扱ってなかったか？うん。あ、そうだ。そうか。やはりな。他に心当たりはねえか？あ。おお？あ、あの業者か。わかった。ちょっと待て。もう一件電話する。俺だ。そっちで行者ニンニク都合できねえか。ん？ああ。ちょっと待て。おい、ウェイン。いくら必要なんだ？ふん。1キロだ。ああ。やはりそうか。だろうな。あるにはあるが、冷凍物なんだとよ。わかった。注文しておく。ただし、こっちに着くのは明後日の朝になるが、構わねえな。おかえり。ただいま。これで全員揃った。食材もなんとか揃ったし、よかったよね。はぁ、疲れた。さすがに、きつかったっすね。わいはまだまだいけるで！無駄に体力ありすぎ。だが、おかげでなんとかなりそうだ。みんな、ありがとう。そろそろ帰るか。
もう9時だ。一緒に駅まで帰ろうぜ。そうだな。わいもわいも。当然だ。何でも。いや、疲れる。体が浮きにくいからな。お前は遠泳が得意そうだな。オッケー。みんな集まったな。水着持参というので、持ってきたが、一体何をやるつもりだ？おいおい、そう睨むなって。別に大したことじゃねえよ。今日は、学園祭準備の慰労も兼ねて、水泳大会を開いてやる。なんや突然、そんなこと聞いてへんで。なんだよ水泳大会って。余計疲れるだろう。慰労になってないじゃないか。つべこべ言わずに、さっさと用意しな。競技種目は、水中騎馬戦と、発想飛び、それに、水球だ。発想飛び？源の義経が、壇の浦の戦いで、八つの船を次々と飛び越えていった故事ですよ。平家物語の伝説ですけどね。要するに、発泡スチロールの板をプールに渡し、どこまで走っていけるかを競う競技だ。ああ、よくテレビのバラエティなんかでやってるあれか？騎馬戦といい、発想飛びといい、どっちかっていうと、アイドルの水泳大会のノリだね。競技というからには、優勝者には何か特典があるんだろうな。いや、ねえな。ないだと？その代わりと言っちゃなんだが、最も成績が悪かった者には、罰ゲームが待っている。罰ゲーム？おい、この展開はまさかな。なんだその罰ゲームとは。これだよ。げっ！あれは。乾特製。岩清水！というわけだ。少しはやる気が出ただろう？なんだ？岩清水。実に爽やかじゃないか。岩清水じゃない。岩清水だ。イワシを丸ごと絞った DHA が豊富な健康飲料だ。え、イワシ？やばい、やばいよ！うわぁ、今までにないプレッシャーだな。負けたくねえ。見ろよ、あの声楽と六角の連中の怯えよう。よっぽどやばいもんなんやな。これは、負けられませんね。ふん。少しは本気になったか。遊びとはいえ、刺激がねえとな。刺激ありすぎだってよ。大体なんでアトベが岩清水のこと知ってんだよ。ふん。俺様の情報網を舐めるなよ。そんなことは、とっくに調査済みだ。さすがだな、アトベ。感心してる場合じゃないっすよ。さあ、これから慰労会に名を借りた凄まじい死闘が繰り広げられようとしています。司会は僕、六角中の一年生部長、青井健太郎がお送りします。解説は氷堤学園の樺木さんです。よろしくお願いします。うっ、健太郎のやつ、うまいこと逃げやがったな。つうか、なんでカバジが解説なんだ？観客もいないのに、葵くんはノリノリだね。優勝の栄冠は誰の手に渡るのでしょう？そして、恐怖の罰ゲームを受けるのは誰だ？興味深いですね、カバジさん！うっ。意外といいコンビかも。
いよいよ水泳大会も最後の種目、水中の格闘技、水球です。本命は六角柱でしょう。勝つのは氷帝です。おっと、解説のカバジさんは氷帝が一押しのようです。さあ、試合開始です。試合は大混戦。しかし正確が一歩リードか。おっと、正確サイドから黄色い声援が。カイドウさんへの熱いエールです。うっす。おっと、カイドウさんが危ない。これは危険な状態です。しかしその姿勢で粘る粘る、まだ粘っている。彼の粘りには定評がある。これで全ての競技が終了しました。果たして優勝は誰の手に。そして屈辱の再会は一体誰か。大体想像はつきます。では結果発表です。優勝は青春学園カイドウ薫。おめでとうカイドウさん。おめでとう。当然だ。乾先輩か、気の毒に。 Ladies and gentlemen、 いよいよ合同学園祭のスタートだ。開会の挨拶は後でか。目立ちたがり屋のあいつらしいな。すげえすげえ、いっぱい見せがる、楽しそう。こういう時は元気だな、次郎は。堅苦しい話は抜けた。存分に楽しんでいけ。これは命令だ。いいな。こういう時まで偉そうやな。これより各テニス部有志によるアトラクションコンテストを開催します。司会進行は六角柱の1年生部長、青井健太郎でお送りします。見ていたのか。あんまりでかい声出すんじゃねえ。みっともねえだろうが。まあな。結果発表にはまだ時間があるな。よその模擬店でも回ってみるか。そうか。行くぞ。お化け屋敷。よう、マムシ。不動峰の神岡。どうだ、うちのお化け屋敷、見ていっか。だとよ。どうする。そうか。ならやめておく。そいつは残念。喫茶店か。おや、正確のカイドウだに。ルドルフのアヒルか。ちょっと待ったに、誰がアヒルだに。名前を忘れた。柳沢だに。興味ねえ、行くぞ。ああ。では、これからアトラクションコンテストの結果発表だ。優勝チームには、来年のウィンブルドンのチケットと航空宿泊券が贈られる。優勝チームは、
和太鼓だ。ああ、いや、なんでそんなことがわかる。学園祭見て回るぞ。人が多いな。ああ、適当でいい。なんだこれは、喫茶店？これがか。ああ、てめえカイドウかよ。氷帝の獅子戸さん、よく来たな。まあ入ってけよ。いや、俺は。お、なんだお前、女連れかよ。やるじゃないか。獅子戸さん、表でサボってないで。あ、カイドウくん、どうも。見ろよ、長太郎。カイドウの彼女らしいぜ。え、ああ、そうなんですか。勝手に決めつけるな。こいつが迷惑するだろうが。そういうことを気安く言うんじゃねえ。待て待て待て。店の前で血は喧嘩はやめろ。激ダサだぜ、てめえら。そうですよ。ここは無料にしますから、中へどうぞ。まあまあ、ここは俺たちの行為ということで。そうか。なら入らせてもらう。ご注文は何になさいますか？おい、なんだこの値段は。千円以下のもんがねえぞ。さっきも言ったけど、ここは俺たちのおごりだから、気にしないでいいよ。そうか。じゃあ、シェフのおすすめコースでいいかな。ああ。おお、いい腕してるじゃねえか。そうだな。前にも言ったが、お前、本当にうまそうに食うな。そうだな。そうか。お前は、いや、なんでもねえ。ああ、忙しい。すまん。そろそろ模擬店コンテストも大詰めだな。売り上げは悪くないけど、トップを取れるかどうかは微妙なところだね。心で追い上げねえと、まずいな。派手な客引きか。しかし何を。なったらいい手があるぜ。タカさん、これ。金魚すくいのポイ？これをどうしろっけ？いいからこいつを持ってくださいよ。わかったよ。うおー、バーニング、やった。ポイでもバーニングするのか。確かに形はラケットに似ているが。客引きならミーに任せな。ヘイヘイヘイ、エブリバディ、ウェルカム。とっておきの必殺技を披露するぜ。行くぞ、波動すくい、ぬーりゃー。おお、すげえ。しかし、ポイは破れてるな。こいつは負けてらんねえな。負けてらんねえよ。
俺も一丁派手に行くぜ。くらえ、ジャックナイフ。まだまだだな。お前もポイが破れてる。なんだろ？ならてめえもやってみせろ、マフシー。見ていろ。これが真の金魚すくいの奥義だ。ブーメランスネッカー。なに？ナイスキャッチ。何が？当然だ。それくらいできねえで、性格のレギュラーが務まるかっての。ミーも負けねえぞ。ブローリア、バーニング。まだまだ、ダンススマッシュ。ドーン。おらおら！ご苦労だったな。カイドウ、こっちはモモと二人でなんとかなるから、今のうちに二人で休憩行ってきなよ。いいんすか？うん、大丈夫。わかりました。行くぞ。ナミ。甘味どころか。よう、カイドウ。女連れとは意外だったぜ。何の用だ？あのな、ここはうちの模擬店なの。そうか。寄ってかねえのか？やめた。行くぞ。なんだ、来たことがあるのか？いらっしゃい。貴様は、六角の。どうも、どうです？何か買いませんか、カイドウさん。六角の模擬店か。かき氷、焼きそば、焼きもろこし、美味しいものいっぱいですよ。なんか食うか。ナミ。俺もそれにしよう。毎度。いい素材を使ってるな。気に入ったぞ。あ、わかります。さすがですね。ああ。大丈夫だ。信じろ。これより、模擬店コンテストの結果発表を行う。模擬店コンテスト、売り上げ、およびアンケートのトップを獲得したのは、青春学園の金魚すくい屋だ。勝った。優勝！優勝だぜ、おい！やった。みんなで頑張ったからこその優勝だよ。学校総合で声楽もトップ。これで完全優勝だ。よくやったね。金魚すくいは見事だったよ。タカさん、モモ、カイト、よくやったよ。すごいじゃん。やるっすね。みんな、よくやってくれた。お前のおかげだ。いや、
お前のアイデアや工夫が良かったからだ。学園祭も終わりだな。お前のおかげで退屈せずに済んだ。かもな。さて、これで合同学園祭もファイナルだ。よし、みんな楽しめようだな。それじゃあ。ちょっと待てよ。締めの挨拶はうちの手塚がやるはずだろう。ふん、目立ちたがり目が。気づかれたか。まあいいさ。じゃあ手塚、しっかり締めてね。合同学園祭も残すところキャンプファイヤーだけだった。相変わらず硬いな、手塚くんは。だが、まだ学園祭が全て終わったわけではない。家に帰るまでが学園祭だ。あらら。では、油断せずに行こう。こんな時までそれかよ。さて、楽しかった学園祭もこれでファイナルです。最後は、有志による社交ダンスで締めくくりとなります。何をしている？ダンスに参加しねえのか？そうか。なら少し付き合え。心でいいか。ん？ああ。お前はなんで俺によく会いに来るんだ？そうか。だが、あまり俺のそばにいると、その、誤解される。いや、俺は、違う。俺は、お前がそばにいるのは、その、嬉しい。ああ、嘘じゃねえ。けど、お前はいいのか？そうか。だったら、俺もはっきり言う。俺は、お前に、ずっとそばにいてほしい。俺は、お前が、好きだ。だから、俺のそばから離れるんじゃねえぞ。俺も、お前を離さねえからな。お前がそばにいてくれるだけで、俺は、嬉しい。俺は、お前が、好きだから。ああ。ああ。そうか。すまん。こうか。なかなか、難しい。そうか。
アビシニアが。おう。ああ。お前見てた。いや。何言ってやがる。照れてねえ。だいがら。してほしいなら、いつでもしてやる。何にも言ってねえ。ね